50セント、50セント、50セント読み、50セント、本名、クルティス・ジェームズ・ジャクソン EE、カーティス・ジェームズ・ジャクソン3世、1975年7月6日帯は、アメリカ合衆国のヒップホップ MC、俳優、起業家、エグゼクティブプロデューサー、プロボクシングプロモーターである。ソロ MC としても活動するが、G ユニットの一員でもある。 ニューヨーク州ニューヨーク市クーンズ属ジャマイカ地区出身。左利き。50セントという MC ネームは、1980年代にニューヨークのブルックリン界隈で30人余りを殺害し、たった50セントでさえも奪ったとされる、実在のギャング、ケルビン、50セントマーティンに由来する。母親はドラッグディーラーで彼を15歳の時に産んだ後、 彼が8歳の時に何者かに殺害された。父親はおらず、その後は祖父母に育てられた。12歳の時に麻薬売買を始め、ドラッグディーラーとして名を馳せた。1996年、友人の紹介によりラン DMC のジャムマスター J 主催のレーベル JMJ と契約し、ラップの基礎を学ぶ。それまで50セントは、 小説の数え方やコーラスの作り方などを知らなかった。1999年にはトラックマスターズに見出されコロンビアレコードと契約した。シングルハウツーロブでは駆け出しのラッパーが有名なラッパーから色々なものを奪っていくといううちが大いに受け、またその曲に JZ、ビッグバンなどといった著名ラッパーが反応したためにそこそこのヒットとなる。 コロンビアレコードではシングル3枚、EP1 枚を発表したが、2000年に祖母宅前で9発の銃弾を被弾する銃撃事件に巻き込まれたことから、レコード会社がトラブルを恐れ彼との契約を解除し、アルバム、パワーオブザドルはお蔵入りとなってしまう。なお、この銃撃事件で彼は顔にも銃撃を受け、その影響でその後性質が変わっている。50セントは、 この事件がきっかけでアメリカのレコード会社のブラックリストに乗ってしまい、アメリカでは仕事が見つけられなくなってしまった。そこで新しいビジネスパートナーとして社、マニー XL を迎え、カナダに渡り30曲余りの曲を録音し、2001年に仮の LP である Guess Who's Back を単独でリリース。それと並行して自らのグループ G ユニットと共にミックス CD、 50セントイズ・ザ・フューチャーを制作した。こうした活動の結果がエミネムの目に留まり、彼のレーベル、シェイディレコード、シェイディレコーズとドクター奴隷のレーベル、アフターマスエンターテインメント、アフターマテンターテインメントとの共同契約を果たす。その後すぐにミックス CD、ノーマーシー、ノーフィアを発表。その中に収録されたワンクスタがラジオでヘビープレイされ、 ストリートの支持を獲得。満を持たして、ファーストアルバム、ゲットリッチオアダイトラインをリリース。インダクラブ、21クエスチョンズフィーチャーリング、ネートドッグ等がヒットし1100万枚ものセールスを記録する。2005年には、セカンドアルバム、ザ・マッサカー殺戮の日が発表され、同年末に自身が主演する、半自助伝的映画、ゲットリッチオアダイトラインが、 全米で公開された。2007年の9月11日にサードアルバム、カーティスをリリースする。この日は、カニエ・ウエストのアルバム、グラデュエーションの発売と同日。そのため、本人は、1周目のセールスでカニエに負けたら、もう事故のアルバムを出さないと公言した。米国内の1周目のアルバムセールスでトップを飾ったのは、 カニエウエストのグラデュエーションで95万7000枚を売り上げ、ほぼ1週間でプラチナディスク獲得を確実なものとした。続く2位の50セントもゴールドディスクを認定される50万枚を安すとクリア69万1000枚という記録を達成している。その後引退の気配は一切ない。2015年事故破産した。2016年6月25日。 セントクリストファー・ネイビスで開催された音楽フェスティバルのパフォーマンス中に違法な言葉を連発したとして逮捕された。G ユニットのオフィシャル DJ である DJ ウキッドの作品のみ掲載。2012年8月、友人であるフロイド・メイウェザー・ジュニアと共同で TMT プロモーションズを設立したが、すぐに喧嘩別れをして解消。SMS、プロモーションズに名前を変え、 ビリー・デーブ、ユリオルキス、ガンボア、アンドレ・ディレルと契約を交わした。2013年11月には、ジェームス・カーク・ランドと契約を交わした。2015年5月、SMS プロモーションズの破産を申請。2016年2月9日、所属選手のビリー・デーブが、SMS プロモーションズから100万ドル、1億1000万円、以上の賃金未払い被害を受けていることを告白して、 同プロモーションを離脱したことを発表した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。